皆さんこんにちは、ホースケです。ということで始まりました第4回ホースケレディオですね。まあ、前回からこうタイトルの方、まあその回の、まあ、メインテーマといいますか、大体ざっくりどんな内容になっているのかということをタイトルにしていきましたね。というのもやっぱりラジオとかこう レディオみたいな検索ワードをちょっと YouTube で入れてみたんですけれどもですね、もう圧倒的にこう競争率が高すぎるというか、もう自分で探してもホースケレディオ出てこないので、もう毎回毎回ねタイトルの方でちょっとこう詐欺を働くというか、もうそんな大したこと言ってないけどあたかもすごい内容を話しているかのようなタイトルをつけていけばこうね、なんて言うんでしょう、こうね詐欺れるんじゃないかと、サムネイル詐欺れるんじゃないかと思いまして、まあ毎回ちょっとずつね内容をこうタイトルにしていきたいなと。まあおそらくねこうどっから見ようかなっていう時にもこう数字だけよりこう内容がなんとなく分かった方が聞きやすいのかなとかも思ったりします。最初からやれよって話なんですけどね、もう基本的に行動はもう行き当たりばったりなんで、もうとりあえずやってみて、あこれダメだ、やばい、変えよう変えようっていう感じで生きているので、まあ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 、はい、今後ねいろいろとこうホースケレディオの形がグリ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 行き当たりばったりで変わっていくかなとは思うんですけれども、まあお付き合いくださいって感じですかね。はい、それじゃあね恒例というか、まあこれぐらいしかコーナーまだないですけど、はい行きましょう。ホースケのトレンドトークはい、というわけでね、前回はこう若者言葉についてちょっと、まあ、ざっくり見てみたんですけれども、他にもこう若者っていう若者なんだろう、うん、そう若者のキーワードで結構気になるところがあったりしたんで、まあそれの続きをやっていきたいかなと思いまして、まあなんとなく気になったのがこれですね。綺麗好きぼっち、最近の調査で判明した20代の傾向が、うん、ってやつですね。はい、これをですねちょっと今回見ていきたいなと思います。それでは、はい、見ますよ、読みますよ、よよ、はい、大掃除はしっかりやる、大掃除、あーなるほど、じゃあ僕は最近の若者じゃないんですかね。もう大掃除どころか普段の掃除ももう掃除とかよくわからないですよ僕には。綺麗好きが増えている。ダスキンが実施したアンケートで大掃除をする予定と答えた20代が約8割に達し、世代別でトップになった。まあ大掃除をする予定ですからね。そう、僕だって予定ぐらいなの立てられますよ。もうやるかどうかは別、そうやるとは言ってないみたいな感じですね。何中でも20代男性の大掃除実施予定期間は2日間、 36% が各世代の中で最も多い、最多となった。2日かけて大掃除ですね。いや僕も本当はそれぐらいってか、もう2日じゃ終わんないぐらいの量なんで、しっかりやった方がいいとは思うんですけれども、なかなかね掃除っていうのはって感じです。もう大変なんですよ掃除は。もうみんなすごいな。男子もアンダーヘアをケア。そうなんですね。おじさんはびっくりって書いてあります。男性向けの総合美容院ゴリラクリニック、ゴリラクリニック知らないけど有名なんですかゴリラクリニックが、東京と名古屋に在住の日本人の20代男性を対象に体毛ケアに関するアンケートを実施。東京男子の 64.8%、半分以上ですね。名古屋男子 32.2% がアンダーヘアをケアすると回答した。なるほど。近年では日本でも一部のサッカー選手や芸能人が処理していることを明かすなど、その意識が少しずつ変わりつつある。脱毛して毛がなくなると毛穴が小さくなるので余分な皮脂が出づらくなり、匂いの元がカットできるとも言われている。そうなんですね。あ、まあだから、そういう、脱毛して毛がなくなると毛穴が小さくなる、だからこうジョリジョリ剃るだけとかじゃなくて、こう毛をなくす感じのってことですね。割とこうしっかりした感じのあれなんですね。なるほどなるほど。
まあまあまあって感じです。はいはいはい、次行きましょう。もういろいろ考えちゃったよもう。はい、次。外に出ない、20代引きこもりが増加。うん、国土交通省は12月26日全国70都市で実施した2015年度全国都市交通特性調査の結果を公表。何これ、もう早口言葉かな。20代の外出の減少が目立ち、目的地1箇所への移動を1とする場合、20代の外出は 1.43 と70代の 1.6 よりも少なかった。70代の人外に出てないらしいですね。なんかツイッターが出てますね。20代の引きこもり率が高い、日頃の使いとお金がないからじゃ。日本人の外出離れ、特に20代の引きこもり化が深刻にって言うけれど、外出しまくって遊んでも余裕があるほど金がないんだから、そら引きこもるだろう。家にいた方が金も使わないし楽しいもんって言おうと思ったけど、ソシャゲにぶち込む金があるなら外出しろって言われたら何も言えねえや。そうですね。まあ確かにね、だって昔はだってバブリーだったじゃないですか。もうだってね、札束振ってタクシーを止めるとか言うじゃないですか。いやだってもう節約節約ですからね、もう行きたくても行けないっていうのがリアルなんじゃないですかね。そこをなんかもう引きこもりとか言われてもちょっとそれは怒りますよね、みんなの。いや金があったら行くしみたいな、海外とか行くしみたいな、休み取れねえじゃんみたいな、そういう感じですよね。もうそこは怒っていいと思います。はい、そう、昔みたいにお金があったらもっと行ってるよみたいな、もう休みがそうなんだろう、夏季休暇とかも会社でもらえんなら全然行くよみたいな感じだとは思いますけれども、どうも。はい、次。あ、次がないのね。なんかもうひたすら、この外出ネタばっかり。クリスマスも一人、席をしても一人、最近では恋人がいなくてクリぼっち、通称クリぼっちという言葉も生まれているが、楽天リサーチがクリスマスに関する調査を行ったところ、一人で過ごすと答えた人が20代男性では 33.3% だった。3人に1人がぼっち。いやもうぼっち同士で遊べばいいと思う、それでいいと思う。もう、ぼっちが束になればもうぼっちじゃないよっていうね。そう、そうすれば僕もぼっちじゃなくなるっていう。あれですね。おととしのクリスマスとかは、なんだろう。そのぼっち、そう、クリスマスリア充に対する些細な抵抗ということで、一日中、ブックオフで立ち読みして過ごしたっていう、ちょっとよくわからない気候に走ってしまったんですけれども。そう、あれが、そう、ブックオフで一日中立ち読みするっていうのが僕なりのね、クリスマスへのレジスタンスだったわけですね。はい。ということで、まあ、傾向調査に関する記事はこのぐらいですね。じゃあ、まあ、今回の、ホースケのトレンドトークのコーナーはこちらでおしまいです。はい、いかがだったでしょうか。第4回、ホースケレディオですね。まあ若者っていうそのキーワードで見てるんで、まあ少しずつ若者の生態が見えてきたんじゃないかなと思いますがね。そう、若者、そう、他の若者を知らない若者ですとか、まあお父さんお母さん世代の何かの参考になればね、いいんじゃないかと思いますけれどもですね。はい、他に何か気になるってキーワードはあったかな。とか言ってもコーナーの外に出てきてるのに、もう締めの話に入ってるのにまたこう同じ記事見るっていうね、もうごっちゃごちゃですけど、まあでもこんなもんでいいんじゃないですかね。はい、若者に関してはまあこんなもんかなと思います。というわけで、まあ次回も何か面白そうなテーマを見つけてホースケレディをやっていきたいと思います。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。バイバイ。この番組は森のフクロウたちと夢見る少年少女たちの提供でお送りしました。